そんな武藤選手の素顔を探るため、みやぞんさんが訪れていたのは母校東海高校。数々の有名人を輩出している超進学校出身なんです、この方は中学3年と高校2年の時の担任、岡本先生。どんな生徒だったんでしょう。武藤選手っていうのはどんな子だったんでしょうか。目標を達成するために本当にコツコツと努力するし、自分で計画的にいろんなこともできるし、教員からすると部活あんだけ一生懸命やってるのに本当いつ勉強してるんだろうと思うぐらいでもそれでもちゃんとできるんですよ。当時の武藤選手の1日のスケジュールがありますので、あ、はい、部活に勉強に大忙しの高校時代、先生も驚いたその時間の使い方とは、まず10時に寝てるんですね。4時に起きるんですね。そうです、4時とか早い時は3時とかもありました。早い、もう朝なのかな。3時に起きるっていう意味が分かんないですよ。そうですね。だからもう朝練の前に朝勉やってるわけですね。そうです、もう朝しか勉強、まあそのしっかり机に座って勉強するのはもう朝だけ。それだとしたら僕だって2時に起きてリーゼント作んないといけないわけ。そういうことか。やりたいことがいっぱいあるので、できるだけなんか無駄がないように生活してました。すごいな。そして当時部活に打ち込んだアーチェリー部の部室には、今もなお残る武藤選手のある名言が。ミキの入った、あ、なんか今見えた。裏にみんなで寄せ書きをしたんですね。だいぶ消えちゃってますけど、おこれが僕ですね。あ、勝てると思って負ける試合はあっても、負けると思って勝てる試合はないって書きました。自分が勝てるなと思っていても負けちゃう試合はあるのはもちろんなんですけど、でも最初からこれ負けるかもなと思って勝てる試合なんてないよ、だからちゃんと勝つ姿勢を持って勝負しましょうっていう。みやぞんさん、武藤選手銅メダル嬉しかったですね。もう本当に結果が出たな、そんな感じがしますよね。この後はですね、僕だけが知る武藤選手情報をお届けしたいと思います。お楽しみにお待ちください。一旦コマーシャルです。アーチェリー男子団体初となる銅メダル獲得の立役者、愛知県あま市出身の武藤弘樹選手。みやぞんさん、取材していますけれども、はいはい、銅メダルどんな思いですか。いや本当にね、コツコツやる方なんですけども、実は武藤選手って高校に入る頃まで薬剤師が夢だったりとか、ちょっとね変わった方ではあるんですよね。すごく勉強も練習も頑張る方でしたもんね。そうなんですよ。そしてなんか絶対に僕勝ちますよとかっていう感じじゃなくて、意外となんかアスリートにしてはほわーんとした感じですね、なるようになるんじゃないかなみたいな感じだったんで、なんか最後もそんな感じじゃないですか、すごい冷静な、ね、感じで真ん中射抜きましたよ ね。それがなんか武藤選手らしいなと僕思いました、精神力強い方ですが、みやぞんさん、実際にアーチェリーも教えてもらいましたが、アーチェリーってどんな競技でしたか。はい、もう一番は本当に集中力ですよ。もうだっていきなりですね、さっきまで普通にトークしてて、その後に狙ってくださいって言った瞬間、シーンとこう集中するこう合間に入れるっていうのはやっぱもう武藤選手の凄さだし、もうアーチェリーはそこが一番じゃないかなと思ってますね。集中力